おはようございます。速稼塾の久保です。なんで私たちの暮らしは楽にならないんでしょうか。それはですね、麻生財務大臣のおかしな金融政策のせいなんですよ。でもこの麻生財務大臣も元々はね、私たちと同じような気持ちで優秀な政治家として国民を守るために働いてくださったはずです。それがいつの間にこうなっちゃったんでしょうか。私の記憶が確かなら2012年の段階では今みたいな緊縮財政論は持ってなかったんですよね。積極的に需要を喚起してですね、そして財政出動して国債なんてのはね、全然返さなくてもいいんだと、どんどん発行していけばいいんだみたいなね、こう金融論だったはずなんですよ。この辺を思い出しながら今回私の好きなね、西田昌司さん、自民党参議院議員の西田昌司さんが麻生財務大臣に物申すをしてくださってますんで、動画概要欄からご覧いただいて、そしてね、あ、確かにな、政治家の方にもで自民党の中にもこんな方がいるんだなと思った方はぜひ西田昌司さんのチャンネルを登録していただきたいと思います。非常にね、勉強になる YouTube チャンネルだと思いますの で更新も結構頻繁ですんでね、必ず皆様の心に届くと思います。私もね、この西田昌司さんから学ぶことが多くて、ぜひね、一度対談させていただきたいなと思って申し込んでいるところでございます。それでは動画の方ご覧ください。